井戸寺は、徳島県徳島市国府町井戸にある新聞州、全通寺派の寺院。四国八十八箇所第十七番札所。本尊は七福津薬師如来。本尊新ん音ころころ千仙りまとうに相和か護栄か、面影を映してみれば、井戸の水結べば、胸の赤や落ち難事伝によれば、阿波の国師に隣接し、天武天皇が、 直眼道場として673年に創建し、七道を柄ん、松寺十二坊を誇る壮大な寺院となり、妙正寺と称していた。本尊は、薬師履利公如来を主尊とする七仏薬師如来で、聖徳大子作、また、日光菩薩、月光菩薩は、行記作と伝えられる。伝承では、その後、公認六年に、空海が、大鈴、 11面完全音菩薩を刻んで安置したという。また、その際に土地の人々が水不足で困っていることを知り、尺状で一世にして井戸を掘った。そこでこの地を井戸村と呼ぶようにし、次号も井戸寺と改めたという。常時元年、細川頼行の陛下で道具を消失し、後に頼行の弟、細川千春によって再建されたが、天正10年に、 東郷有穂と、長祖壁元地下の戦いにより再び道具を消失。慶長年間に、徳島藩主八須賀氏によって、最高に着手され、万治四年に、ようやく本堂が再建となる。大正五年正式名称を井戸寺にする。それまでは、農協には美を生じが使われていたという。その後、昭和十三年失火によりまたも本堂が、主尊の中央本尊を残して消失し、 三年後に再建された。二王門を入ると左に長図場があり正面奥に本堂が立つ。手前右側に大志道があり、左には日元大志道とその中に面影の井戸がある。横に首廊があって、農協所は日元大志道の左奥の栗にあり、大日道はその左側に建てられた。ありがとうございます。